続きまして、捕獲鳥獣利活用部門団体の部において、農村振興局長賞を 受賞された、西メラ村ジビエ処理加工施設の、西メラ村 農林振興課の徳田正樹様です。西メラ村ジビエ処理加工施設では、捕獲個体の搬入から解体処理加工まで地域一体となった取り組みを実施されており、施設では、処理設備、焼却施設、在庫管理システムなどを効率的に活用されておられます。また安全安心な村内ジビエとして、ジビエフェアの開催や学校給食への食材供給などジビエの普及にも取り組むなど、これらの点がこの度評価されまして、農村振興局長賞を受賞されました。それでは準備の方よろしくお願いいたします。こんにちは、鳥獣利用利活用部門の農村振興局長をいただき心から感謝を申し上げます。このことはですね、西川村並びに西川村領有会の皆様方のご支援の賜物であると心から感謝を申し上げます。取り扱いについて、説明については、西川村農林振興課の徳田の方からいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。西村村役場農林振興課の徳田と申します。それでは西村村ジビエ処理加工施設の説明を始めさせていただきます。西村村は宮崎県の中央部にあたる固有郡の西部に位置し、熊本県との県境にあります。主な特産品としては、ゆず、しいたけ、カラーピーマン、ほおずきなどがあります。ジビエ施設のあるカンメラ地区は、西メラ村の北西に位置しております。西メラ村における野生鳥獣による農作物被害は、追悼における鹿、イノシシ被害が被害の大半を占め、毎年発生しております。それ以外では、特産品であるゆずを含む果樹類、野菜、芋類の被害が年により発生しております。被害金額面積についてですが、処理施設の取り組み開始前に比べると被害は減少傾向となっております。特に被害の大半を占める鹿、イノシシについては、施設運営開始後捕獲個体の搬入の増加とともに減少が著しく、また被害面積が大きく減少していることから、農地に出てくる加害個体の減少につながっていると思われます。次に施設の概要についてです。施設は平成26年度からカンメラ地域資源活用活性化協議会が運営、令和2年度に法人化し、現行の株式会社メラ資源開発となりました。現在代表取締役の小西武則氏と従業員3名で解体精肉処理に従事しております。活動の動機ですが、西メラ村では鹿、イノシシ被害の深刻化が進んでいました。一方、カンメラ地域資源活用活性化協議会では地区の活性化に向けた取り組みを模索していました。そこで捕獲促進による獣害軽減と地区の活性化と雇用創出が期待されるジビエ事業の取り組みを開始しました。事業開始から平成29年度までは施設で事業を行っておりましたが、厚生労働省が定めた野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針の基準を満たし、より徹底した品質衛生管理ができるよう、平成30年3月に新たな施設、西メラ村ジビエ処理加工施設が整備されました。さらに九州では初めて全国で4番目となる国産ジビエ認証を令和元年度に取得しております。自信を持って安全な商品を提供できるようになったため、販路の開拓や商品の開発等も積極的に実施しております。施設への捕獲個体の搬入者は、西メラ村鳥獣被害対策実施隊64名のうち民間捕獲隊員58名となっております。また、
実習隊員のうち、ワナテの捕獲に特化した6名を、西村村有害鳥獣対策員に任命し、この6名を中心として、施設への搬入を推進しております。ジビエの取り組みが始まってから、埋設処理にかかる時間、労力が軽減し、現金収入も得られ、捕獲意欲が向上しました。技術上の工夫ですが、平成30年の施設整備当初より、筋膜除去機やリキッドフリーザー等の設備を活用しております。これにより、処理時間の短縮を図り、高鮮度で美味しいジビエ肉の提供につなげております。令和2年度、鳥獣交付金で導入した在庫管理システムにより、個体ごとに識別番号をつけ、より効率的な在庫管理とトレーサビリティを実施できるようになりました。システムでは、捕獲個体情報に加え、捕獲者の当日の健康状態まで厳格に確認し、記録しております。同年度、焼却炉を導入し、解体処理残骸を衛生的に効率よく処分できるようになりました。これまでは残骸を冷凍保管し、一般事業ごみとして処理していましたが、焼却処理が可能となったことで、これまでの残骸保管スペースに余裕が生じ、導入前よりも多くの捕獲個体の受け入れが可能になりました。次に、人材育成活動です。西村村有害鳥獣対策協議会と連携し、令和2年度から年に一度外部講師を招き、解体に従事する職員に対する研修を実施し、解体処理確保と衛生管理の技術向上を図っております。また、解体処理に長年従事している職員が、新たに解体に従事する職員に対し、施設内で指導を行う体制を整え、OJT にも取り組んでおります。さらに宮崎県が主催するジビエ人材育成のための解体研修にて、施設のベテラン解体技術者が解体実演を行うことで、参加者が理解しやすい研修の場を提供しております。次に、普及啓発活動です。西村村と連携し、平成27年から毎年、西村ジビエフェアを開催しております。村内外でのジビエ料理の普及を図るなどの西村ジビエブランドの推進を行い、村の新たな観光資源として活用しております。また、令和2年からは食品関係のフェアや物産展に出展し、商品の PR や販売を実施しております。平成27年からは、西村村内の小中学校へ給食食材を提供し、小学校では食育の授業での出前授業も実施しております。学校給食でのジビエメニューは好評で、メニューの一つの鹿肉のスタミナ揚げは学校給食メニューの人気アンケートでも1位を取るほど人気があり、村内児童・生徒がジビエに慣れ親しみ、郷土愛を育む取り組みの一環として定着してきております。令和元年度には県が主催するジビエ人材育成のための調理研修にて、県内調理師、調理専門学校生などに対し、鹿一頭丸ごとの枝肉を提供、どのように捕獲され処理したものかを説明することで、ジビエに対する関心を持ってもらう活動も行いました。このほかにも、平成3年度以降、30件を超える県内外からの視察を受け入れており、遠くは北海道からの視察もありました。代表の小西氏は、鹿児島県や農政局からの依頼で、県外の講演会でも講演を実施しております。これらの活動の成果として、捕獲者からは、埋設処理の負担が軽くなった、買い取りをしてもらえるので、有害捕獲の意欲が向上した。また、農家からは、施設ができ、農地付近の加害個体の捕獲が増え、被害が減った。そして、村内飲食店からは、新安全な村内産ジビエ肉を仕入れることができ、自信を持ってお客様に提供できるなどの声をいただいております。当初目的としていた獣害の軽減が図られ、捕獲者、農家、村内飲食店からも喜びの声が多く聞かれ、
村内にジビエ処理加工施設が来た成果が出ております。今後もこのような喜びを糧に尽力してまいりたいと思います。以上で西村村ジビエ処理加工施設の説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。